どうもーマーク。砂糖2杯。あ、砂糖3杯入れてもらえばよかったな。砂糖3杯でよかったな。いただきます。今回なんと僕が選んだのはチーズバーガーからのチーズバーガー、はい、僕はいつもですねマクドナルドに来ると、まあ、ハンバーガーとコーヒーなんですけど、ハンバーガー1個だと結構ちょっときついなっていう。今ここで仕事してるんですよ。1本収録終わりましたよ。ここでスカイプやり取りしてるんですけど、移動する事務所ですね。移動する事務所で目の前マックみたいな。徒歩3秒の好立地。やばないですか。今日は夕方に、その塾生さんにお年玉あげます。忘れちゃったんですよね、渡すの。まあ今回新年会終わりまして、東京、大阪、福岡やりまして、参加者の方にですね、まあ、お年玉を配ってたんですけど、なんと一人だけ渡し忘れました。今日夕方からアポイントメントを取りましてお会いできます。まあ今日も長崎ですね、泊まり。でも雨がね、今日は長崎やばいですね。今日も長崎泊まって、まあ夜もちょっと仕事ありますし、で明日もしあれだったら、あのね、グラバー亭、せっかく長崎来たんでグラバー亭動画撮ろうかなと思うんですけど、グラバーテ、意味深なグラバーテ。フリーメイソン、グラバーテにフリーメイソンがいるのか、ロゴあるのかみたいな探してみたんだ。でも雨なんでね、明日晴れるといいっすね。でもこの、ね、ハンバーガー食ってると大学生思い出しますね。大学生の時にマクドナルドがハンバーガー65円とかやったんですよ。でそれで、まあ、お金なかったんで3個買うみたいな。ハンバーガー3個買っても200円いかないみたいな。ちょうど165円でしょ、多分68、195円か。65円のハンバーガーありましたからね、昔。
今ね、これでもう120円かな。あー頑張りますよ。雨がすごい。この後もここで収録があるんで、ちょっとね、ハードボイルドですね。ちょっとハードボイルドです。マジで。寝たいっすね。寝たい。そうだ、もうね、来週結局もう、鹿児島あんまいなかったな。来週も移動なんだよね。来週ですよ。多分来週ですかね。来週東京移動、東京だな。だから今回早めに出て、日曜の夜とか出て、四国行ってこようかなみたいな。四国行ってくるかもしれないですね。ああ、今回そのなんかホテルこう転々とするのも悪くないなと思って、面白いなと思って。仕事もできるし普通に。では。